おはようございます。ですね、今日は勝浦海中公園展望塔というところに来ています。最初髪型をちゃんと整えようと思ったんですけども、諦めました。はい。で、久々の今ね、あれなんです、房総半島の外房側で太平洋まで来ています。いや、田舎はいいですね、本当に落ち着きますこれ、はい、ちょっと周り見ていただければと思います。はい。でですね、ここが、海中展望塔です。この下が展望できるようになっているようです。で、まあ、もしかしたら水槽もあるかもしれない。水槽でね、監禁しているかもしれないんですけれども、まあそうですね、私としてはこの、海中展望塔というあり方っていうのは、これ声聞こえてますかね海中展望塔っていうあり方っていうのはですね、一つの、あり方だと思います。まあそれも問題あります。まあこれを工事するためにそこの海底を、掘削したりですね、そこにいる動物だったりを追い出したりしますので、それは問題があるんですけれども、その動物を監禁して、一生閉じ込めて、まあ、使い捨てにして、それを見るという既存の収容所のあり方ではなく、人間がそちらの動物が生きているところに、なるべく迷惑をかけない形で入っていって観察あるいは研究するっていうのは非常に、重要なあり方で、これから考えるべきこと、まあ、バーチャルによるその動物の観察っていう新たな形態もそうなんですけども、実際にまあこういう場所に来てですね、本当に生きている水族を見るという自分のあり方なんじゃないかなと思います。こういうこともありまして、ちょっと見てこようと思います。はい、以上です。では行ってまいります。